骨盤の腸骨における非公正反抗手刀接種箇所に終わり生き残る反抗天然痘によってアバタ面となった塩田三郎反抗は海洋、創傷、拘束による死などによって生じた様々な機関の組織欠損が肉芽組織の形成を経て最終的に緻密な抗原繊維や結合組織に置き換わることで修復された状態。傷跡、アバタ、闘魂ともいう。 英語では、スカーと言い、これはギリシア語のスキャラに由来する。皮膚の反痕には、いわゆる傷跡から赤く盛り上がる異常な反痕や、非公正反痕が正常皮膚にも広がっていく反痕、さらに引き連れたものなどの状態がある。反痕の形成過程を反痕かあるいは奇質化と呼ぶ。熱傷や創傷治癒でできた反痕は、視線や感染がないので、元々の組織の正常の皮膚より、 機能的に劣る。表面がずるりとして、やや光沢がある。また、関節の近くにあり、反抗硬縮すれば、運動障害をきたす。また、反抗は手術の変形の原因となる。機能的異常があれば、手術の適用になる。下部に骨などがある頭部など、摩擦しやすい、四肢抹症の切断端などには、反抗が形成されて、数十年後など長期間後、 反痕岩の形成の可能性もある。皮膚以外の反痕に、心筋拘束の組織がある。頭部の収縮力は正常の心筋より劣る。コラーゲン異常酸性により、非公正反痕とケロイドができる。非公正反痕は盛り上がった塊であり、ケロイドは元々の相部を越して形成されたより、高度の反痕である。非公正反痕は当初は、後半があるが、 時期が経てば正常色になる。ケロイドは、主要性に盛り上がり放置しても、治癒傾向はない。底部に胸骨がある前胸部とか、周辺から引きつられる肩部とか、ピアスを入れた耳などに後発する。創傷治癒の力の関係で、後発部位がある。かゆみがある場合もある。尋常性座層の跡が、反根になる場合もある。天然痘の跡も深く沈んだ大型の反根となる。 自覚症状がなければ放置してもいいが、患者が希望すれば治療の対象になる。形成外科手術の後、しばらくテープ圧迫するのは反根形成を予防するためである。新しい反根には圧迫する手術の方法で反根形成を抑える。保存的治療法としては、ステロイドテープや軟膏、ヘパリン類似物質軟膏の概要、副腎皮質ホルモンの局所注射、 トラニラストの内服、シリコンシートなどによる圧迫固定、電子潜傷者があるが、ステロイド局中は反抗を平坦化させるが、量が多いと逆に、窪型の萎縮を作る。軟膏やトラニラスト内服は単独では十分な効果は、期待できないため、他の方法と併用する。また、電子潜傷者は放射線被曝の問題がある。反抗を削る治療法や、 レーザー治療もあるが、専門医で行う必要がある。非公正反痕の場合、手術も行われるが、十分その後の反痕再発の対策が必要である。ケロイドは手術すると通常増悪する。オーブの反痕にコラーゲン注射をする治療、液体窒素を使用した凍結療法も試みられる。2018年レビューでは、ニキビの反痕について、 レーザーや高周波治療など多くの研究によって有効性が確認されているが質の高い証拠は欠けておりフラクショナルレーザーフラクショナル高周波マイクロニードリングはリスクが低く通常は治療法が併用された方が結果は良くなる2017年のレビューではニキビの反根に対する電力を使わない手法ではケミカルピーリングにて トリクロロサクサンで約73%の人々が改善主グリコール酸では25%の人であり、マイクロニードリングではすべての患者は31から62%の広さで改善しており、マイクロダーマブレーションは最も結果が良くなく9.1%の人が良好な結果であった。2019年のレビューはニキビによるハンコンに対してマイクロニードリング後に 多血小板結晶を使った研究4件を発見し、利用可能な証拠は限られているが、効果的そうだと結論し、またさらなる研究が必要であるとした。90名のランダム化比較試験で、マイクロニードリング単独よりも PRP 併用の方が有効であった。50人の半断比較試験で、同じ結果。27名の半断比較で15%。 濃度ビタミン C 併用よりも PRP 併用が有効であった。24名の RCT 半断比較で PRP の併用よりも15%濃度のトリクロロサクサン併用の方が有効であった。2017年のレビューは重複するに研究と2011年の半断比較試験を発見しており、比較した治療法と結果は最初に挙げた試験と同じ。 2017年のレビューで熱症による飛行性コンではレーザー治療の有効性を判断するにはランダム化比較試験が必要である。2018年のレビューで熱症による飛行性コンへのマッサージは厚みや柔軟性、痛み、かゆみなどを減少させる限定的な証拠があるが証拠の質は低く厳格な試験が必要である。ありがとうございます。